全門大街資金場、天壇岩園全門大街の一遊国の全門大街。手前が北側。全門大街は中華人民共和国北京市にある大通り。西洋門から天橋地口までの南北およそ 1km で、最上区と東上区の境界をなす。通りの南側は天橋地区につながり、西側には大桜ん地区、東側には鮮魚口地区がある。 西洋門の北側は天安門広場である。全門大街から大桜ん、千魚口にかけては民進時代から続く歴史的な商業地区であり、全厚無徳や東人道、超数元などの中国を代表する老舗が数多くある。下町風情を残す繁華街として知られ、日本では北京の浅草と呼ばれることもあった。全門大街はかつて後廃炉と呼ばれた。 これは、通りの入り口に6柱5両の廃炉があったことに由来するが、廃炉は1958年の都市改造の際に撤去され、2001年に鉄筋コンクリートで再建されたものの、交通の利便性のために6本の柱のうち2本しか地面につかない構造に変えられた。北京オリンピックに合わせて全門大外では大規模な再開発が行われた。 2004年に事業を開始し、2007年5月9日に全門から魂口までの区画で工事を開始、2008年5月28日に完成。オリンピック開幕前日の8月7日に一般開放された。再開発によって、新大末期から民国時代初期の街並みを再現した歩行者天国となり、廃炉も新大の様式に基づいて改めて再建された。 国内外の観光客から注目を集め、一般開放から1年間で来客数が延べ5000万人を超えた。再開発の目玉として、1924年から1958年まで運行されていた路面電車が再現され、2009年1月1日から正式に営業運転を開始した。同性の鈴を鳴らして歩行者に注意を促したことから、こじりこじり車と呼ばれていた。 新たに再現された路面電車は路線開業当時の車両を模しているが最新式の電気二重層コンデンサを搭載した充電式車両で架線を必要としない。一両編成で運行され約800メートルの区間を時速5キロメートルで片道約10分間かけて走行する。ありがとうございます。